今年で33年になりますね。弊社の淡路とは今1時間ぐらいで、淡路から本社までも大体1時間ぐらいなんですよ。だから2時間ちょいでですね、本社まで行き来できると。で今150人ぐらいおるんですけれども、定着率も良くてですね、いい人材が確保できているのかなというところでございます。地元の高校生のですね、新社員で入っていただいたり、徳島大学とかですね、阿南高専からも入っていただいてますので、特に今までは潤沢に、確保できていたような状況でございます。そうですね、みんな真面目でですね、レベルも上がって、よく働いていてもらってますね。特に学校卒業してですね、県外に就職やむを得ずされてる方も結構おられると思うんですよ。それでいい人材がですね、やっぱり流出してるというのもございますので、いい人材たくさんあるんでですね、徳島に、企業の方が来ていただいたらなとは思います。まあその貯蓄率にしてもね、徳島県高いし、まあ堅実ではあると思いますね。我々やってるのはですね、大企業やってる仕事では実はないんですよ。その3事業どれも日本だけではなかなか成長しませんから、ニッチではあるけれども、そのニッチがですね、 各地域にあるわけなんで、それを追っかけていくと、地域的にビジネスは広がらないかんと言いましたけど、それは別に地方にいてですね、マーケットは日本でもあるし世界でもあるという意味ではですね、別に東京にいる必要ないんですね。海外行く時でも関空まで約2時間ちょっとなんで、そんなに苦労もしませんしね。東京はもう例えばここ私の椅子から、東京駅まで、まあ、朝7時に出れば9時には着いてますよ。そういうことで、まあ、距離的な制約とか時間的な制約多少はありますけどね、地方ですから。でももともとやってるその、仕事内容からしてそんなに苦にはならないですね。本社にも研究を始めようはないですね。ないですか、はい、あ、ここなんですね。ここですここしかないです。言い換えると、はい、本社機能の一部がここにあるんですね。そうですね、はい、結局のところはやっぱりものづくりは工場の近くで出来上がったものをすぐ試すような環境がまあいいんじゃないのっていうことでここを選んだということなんですよね。やっぱりその資材メーカーさんとかは工場のところの購買部門に来ますの で新しい開発を資材開発したいっていった時にはついでじゃないですけども、ここ工場に来るタイミングで技術ミーティングができるという強みもありますし、で大阪本社に出張している時には結構紙おむつの資材メーカーって関西圏の人が多いんですね。関西圏の会社が多いんですね。なので大阪本社でミーティングをしたりとかっていうことなので、そんなに本社とは距離は確かに離れてますけど、そんな離れてる感じがすみませんないんです。こちらの貞光工場と、徳島美濃工場ですね、三好市にあります美濃工場、そして阿波市にあります市場工場というところの3工場が徳島県内にありまして、地元の近隣の高校ですね、学校からですね、推薦していただいたりとかですね、あと比較的、県西部ですと知名度も上がってきておりますので、中途採用するにしても比較的取りやすくなっていたと。徳島県民比較的に落ち着きがあって冷静な判断ができるということは、どちらかというといいことかなというふうなことを、一生懸命コツコツやるよというふうなことですね、が一番かなというふうに思います。はい、一生懸命、地道に努力するというとですね、やはりリブドゥという会社を、この辺りですと、ほとんどの方は知ってるというふうなこともありますし、ご近所の方からですね、いい会社行ってるねというふうなことを言っていただけると、もちろん非常にやりがいになりますしというところですね。そういうところは非常に嬉しいというふうに思っております。